はい、今回はですね、アメリカ製モーターホームベガス 27.7 こちらをご紹介していきたいと思います。って言いながら今私どこにいるかわかるでしょうか。実はですね、ここにいます。今後ろはこれベッドスペースになるんですけども、この一番後ろから歩くと1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここ今運転席、助手席がここにあるんですけども、後ろから歩いてですね、ちょうど10歩ぐらいの距離がねあるぐらい長い車になるんですよ。はい、改めてまして、今回はですね、アメリカ製モーターホームベガス 27.7 こちらをですねご紹介していきたいと思います。このベガス 27.7 という車両はですね、アメリカ製のキャンピングカーになるんですよ。でこれキャンピングカーっていうと日本語の造語になってしまいますので、本国アメリカでは通じなくて、例えば RV だとかモーターホームっていう表現になるんですよね。でこの車両に関しては、東京のですね、ボランザさん、こちらがですね輸入販売しております。ボランザさんといえばこういうねアメリカ製モーターホームだとかトラベルトレーラーをですね、もう古くから、輸入販売しているですね、キャンピングカー業界の中でも老舗の会社さんなんですけども、今回もですねボナンザさんから仕入れさせてもらったこのベガス 27.7 をですねご紹介していきたいと思います。展示会とかでですねこのベガスをね展示されてると、皆さんねやっぱり中身が気になるので、こう長蛇の列を作ってみんなお待ちいただいてですね、内装をですね見ていただくことが多いんですよ。なのでなかなかお目にかかる機会がないと思いますので、今回はですね YouTube 上でですねじっくりですねお見せできればなと思います。はい、この動画を見ていただくと、アメリカ製モーターホームベガス 27.7 という車が一体どういう車かというのが分かりますので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではですね、キャンピングカーやキャンピングトレーラーをいろんな車両をですねご紹介してますので、ご興味ある方はチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは室内をご紹介していきたいと思います。エントランスドア入ってすぐにですねこうダイネットスペースが広がっております。こちらのダイネットスペースとこちですね、横向きのねソファーがありますので、4人5人6人ぐらいの方もですねテーブルを囲んで座ることができます。こちらの方にはですねこうダイネットスペースがあってね、ここの上にテレビがあります。でちょうどですねこのここの枠の部分がこの部分がですね外側に、スライドアウトを出っ張ってる状態になるんですよ。今ここの通路が非常に広いのは、実はここのスペースがですね外側にこう出っ張ってることによってこれだけの広い空間を確保できております。はい、キッチンのこちらの横にですね、実はここでですね一括して水のポンプだとか照明だとか FF ヒーターのスイッチだとかっていうのをですね操作することができます。例えば発電機もそうですけど、バッテリーの電圧を見たりだとか、換気のファンのオンオフをしたりだとか、これ照明ですね、照明をいじったり、これ FF ヒーター、ガスの FF ヒーターのねスイッチのオンオフだとか、例えばスライドアウト、オーニングだとかっていうね操作も実はこのパネルでですね一括して操作することができます。まあ先ほどここのスペースがですねスライドアウトしてますよとお話ししたんですけど、これをですね実際に中にしまっていきたいと思います。はい、今ここで中までね完全に入りきったんですけど、ここのスペースがですね今中に入ってきました。このようにですねスライドアウトの機構はこんな風になってますので、スイッチ一つでですね電動でこれ出入りをねすることができます。でまたこれを出してみると、
はい、このようにですね広がることも可能です。はい、この運転席、助手席の上にもですね、実はバンクベッドがねあるんですよ。でこれもですね、ここのスイッチパネルで操作することができます。これを押すと、はい、このような感じでねベッドが出てきました。でこれ幅でいくと多分ね1メーターちょっとぐらいのベッドがあるので、まあお子様では2人、大人の方はね1人ぐらいは寝れるベッドがねオフにここにありますので、非常にですねいいですよね。はい、ここで人も寝れますし、この後ろのダイネットスペースのですね、ここもベッド展開すればベッドになりますし、ソファーもですねベッドにすることができるので、あとその後ろのベッドを合わせるとですね 5,6 人は普通にですね寝れるスペースがあるんではないかと思います。それでは実際にベッド展開をしていきたいと思います。ベッド展開は簡単ですので、まずテーブルの天板をフラットの位置まで下げます。そしてストッパーがついてますので任意の場所で止めておいて、背もたれマットをはめればベッドの完成です。ソファーベッドは座面の部分を持ち上げるだけで簡単にフラットになります。はい、このようにですねダイネットスペースもベッドになりますし、こちらもですねフラットにすることができます。この横幅はそんなに長くないので、私が寝るときっとですね狭いんじゃないかと思います。この横向きソファーの上にはですねこういう風に収納スペースがあります。結構ですね奥行きもありますし、高さもあるのでいろんなものがですね収納できるかと思います。そしてここにはですねテレビのチューナー代わりであるこれブルーレイレコーダーがついております。そしてこれオプションの BS アンテナのスイッチもありますので、テレビ関係のですね電装がこちらの方に収納されております。ダイネットのすぐ横にはですねキッチンカウンターがあります。こちらにはですねこれガスのガスコンロね、2口のガスコンロなんですけども、こっちがついていて、そしてここにはですね収納スペース、ちょっと今物が入ってますけどね、収納スペースと、こちらにですね電子レンジがついて、ここもですね収納スペースになっております。ここで火をつけて、まあ、例えば調理をした時にちょっと気づいちゃったんですけど、ここにですね排気のファンがないんですよ。なのでちょっとどうしたのかなっていう感じがするんですけどね、できればここにファンがあって、まあこれ多分オプションだとは思うんですけど、アメリカの方のオプションだとは思うんですけど、ここにファンがあるとここでね煮炊きをしても排気をしてくれるので、ね、非常にいいと思うんですけども、今見たらですねついてませんでしたのでちょっと残念なところでしたね、いきなり。はい、そしてキッチンのこの横がですねシンクになります。結構ですねこの深さも深くてですね幅も広い、シンクがついています。そしてですねこれちょっと引き出しができるですねこれシャワー線ついてますね。でここで水のパターンを調整することができるんですよ。で今ちょっと北海道の場合水が凍結してしまいますので、今水入れてないのでちょっと出すことができないんですけど、こういうふうにねできる蛇口がついております。そしてこのシンクの上にもやはりこうですね大きな収納のスペースがありますので、鍋とか釜だとかねキッチン関係のものを収納することができます。そしてこのシンクの下にはですね各収納スペースがねあります。これゴミ箱とかもここに置けますし、
お箸だとかスプーンだとかそういうですねカトラリー関係のものもここにですね、十分収納することができます。キッチン関係のすぐ横にですね冷蔵庫がついて、まっすぐですねここから食材を取り出すことができるので非常にいいですよね。これ冷凍スペースでねこれだけあるんですよ。これと冷蔵スペースもこれだけ大きな冷蔵庫になっております。私が、今を遡ることを20年ぐらい前に一人暮らししてる時にはですね、ここよりももっとちっちゃい冷蔵庫を使ってたんですけど、非常にですね収納力と言いますかね、冷蔵庫も大きい冷蔵庫ねついてますので、長期のですね旅に出たとしても食材をしっかりですね保冷することがねできるので、この冷蔵庫はね魅力ですよね。そしてアメリカ製のキャンピングカーとかキャンピングトレーラーについてるこの冷蔵庫って、冷え度合いがですね非常にいいんですよ。なのでここの冷凍庫に入れてアイスだとかそういうものは本当凍ったままの保持もしっかりできますので、アメリカ製のキャンピングカーのね、メリットの一つでもあるのは、この冷蔵庫が大きくて冷えるというのがですね、何より、メリットなんじゃないかなと思います。そしてこの冷蔵庫の上にも、ちょっとしたね、こういう収納スペースもあります。はい、キッチンの後ろ側、車両後部の方をね、ご説明していきたいと思います。冷蔵庫のすぐ後ろにはですね、こういう風に収納スペースがあって、ジャンバーだとか羽織物もかけるところもね、十分あります。そしてこの下にもですね、例えばタオルだとか、そういう身の回りのものとかをね、収納するスペースも十分にあります。はい、そしてこの後ろはですね、トイレとシャワールームになります。でこちらも簡単な手洗いするこういうね場所もありますし、この下にも収納のねスペースがあって、ここにはですね、はい、歯ブラシだとかそういうねタオルだとかをしまうスペースもあります。そしてですね、これオプションなんですけど、わかりますか、これ国産のですねウォシュレットがついてるんです。 TOTO さんのですねウォシュレットですね。これはい、これはですね非常にお尻に優しいですね装備がついております。これはね、オプションなんですけども、アメリカ製のモーターホームキャンピングトレーラーをですね、実はトイレがちょっといいグレードのトイレになると陶器製のトイレになるんですよ。で、陶器のトイレって実はですね、こういう、ちょっと加工が必要なんですけども、国産のですね、ウォシュレットを取り付けることが可能なんですよ。これリモコンスイッチもね、ここにありますので、非常にこれはですね、私個人的にもおすすめの装備ですね。で、こちらの方がシャワールームになっております。ここでもね、十分シャワーを浴びることができます。そしてですね、これ、実は温水ボイラーのスイッチになるんですけども、このね、ベガスについている温水ボイラーはですね、日本でいうですね、瞬間湯沸かし器なんですよ。なので、お湯をひねるともう即座に温かいお湯が出てくるという風になってますので、アメリカ製のモーターホームキャンピングトレーラーって実はこのようにですね、温水設備もしっかりしてて、ちゃんとしたお湯を作れるんですよ。水のね、清水タンクの容量もありますし、生活排水やトイレのこのグレータンクの容量もですね、非常にたくさんあります。ですので、シャワーも十分に浴びれますし、トイレだとかね、そういうことも使えますので、率先してシャワーとかね、トイレをね、ぜひ使っていただきたいと思います。はい、そしてトイレルームのすぐ横にはですね、これ大きなベッドスペースがあります。ここもですね、実はここの
このラインがですね、スライドアウト、向こう側に出っ張った状態なんです。今はですね、スライドアウトして、広げてる状態なんですけども、これだけですね、大きな、これクイーンサイズベッドぐらいのね、寸法はあると思うんですけども、このベッドがあります。で、この上にはですね、やはり収納スペースがね、ありますので、いろんなものもね、収納することができます。これちょっとね、今寝てみたいと思います。はい、この後ろのベッドスペースにはですね、実はこうテレビがありますので横になりながらですねテレビを見ることもできます。これ最高ですね。リアのベッドスペースもスライドインしていきたいと思います。まずはベッドマットを半分に折りたたみます。そして集中パネルにあるスライドアウトスイッチを押していくと中に入っていきます。そしてこのベガス 27.7 の最大の弱点なんですけども、このスライドアウトを出さないとリアのベッドで寝ることができないというところが実はあります。はい、このアメリカ製モーターホームベガス 27.7 なんですけども、やはりですね、この圧倒的な室内空間の広さ、座る場所と寝る場所はもちろん分けて使うこともできますしですね、くつろぐスペースがね非常に広くてですね、圧迫感なく窮屈なこともなくですね過ごせるかと思うんですよ。そしてですね、何より私の考えるこのねアメリカ製のこういうキャンピングカーやトレーラーのですねいいところをですね、やっぱりキッチンも、しっかり使える容量と広さと、あとそしてね水の容量だとかが大きいんですよ。で冷蔵庫も広い大きい、そしてですねトイレシャワーもですね当たり前に使える水の容量と、それに付随したですね装備品がついてますので、どこに行ってもですね困らない。例えばトイレがないとこでも全然大丈夫ですし、万が一ですねシャワーに入れないっていう時でもこの車の中で過ごすことができるので、ある意味完全自立型のですねキャンピングカーになると思うんですよ。アメリカの広大なああいう土地にね、ポンと投げ出されて行ったとしてもトイレはあるし、冷蔵庫、食材のストックをたくさん置くこともできるし、水の容量もたくさんあるので、まあ、シャワーも浴びれる、トイレも使えるっていうことですね。どこに行っても要は生活というかね支障がないような装備になってますので、これは意外とですね日本のですねシーンにおいても実はこのアメリカ製のモーターホームってね結構合ってるんじゃないかなと思います。ただやっぱりデメリットもあってそのメリットでもある車のサイズがですねさすがに大きすぎるので、例えば狭いところ道は入れないだとか、観光地に入れないだとかそういうこともあるかと思うんですよ。あとねご自宅の横に停めてる時もなかなかねこのね7メーターも8メーターもある車を置ける家の前にスペースがある方ってやっぱりいないので、どちらかというとやっぱりその車のサイズっていうのがデメリットにもなってきますし、あとですねやっぱ金額もですねやっぱ国産のキャンピングカーのねもうワンランクツーランク上行ってしまうので、金額の面もそうですね、まあやっぱ維持費の問題もそうですけど、やっぱり車のサイズ、あと金額、その辺がですねデメリットというかネックになってくるんじゃないかと思います。ただやっぱりですね本場の要はモーターホームというのをですね日本でも体験したい使いたいという方にはですねこのアメリカ製のですねこういう車両はね非常にいいかと思うんですよ。止める場所の問題、車のねスペースの問題、金額の問題はあるんですけども、それを差し置いてでもやっぱり何とも言えないこの上質な、広い、ゆったりとした空間がね手に入るっていうことをね何にもこう変えがたいものがねあるんじゃないかと思うんですけども、いかがでしょうか。はい、今回もですね少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねこういうキャンピングカーやねキャンピングトレーラー、いろんな車両をご紹介していきますので、ご興味ある方はですねチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。